はい。でね、もうあの、完全に質疑応答ではなくて、あの、えー、業務連絡です。まああの、大事なことだから、えー、こうやって動画だけじゃなくて、クラスルームでも伝えればいいのかもしれないですけれども、まあ何なのかって言いますと、 12月22日っていうのが今年最後の授業なんですよ。それが第13回目の授業になるんですけれども、そこでもうね、あの、一気に、数回分の動画、第13回だけじゃなくて数回分の動画も全部アップしちゃおうと思ってます。で、なんでそんなことをするのか、その目的は何かというと、もう早めに授業内容を最後まで えー、開示しておいて、で、履修してる皆さんがね、もう年末年始の時間を有効に活用できるようにするためと。まあ、あの、年末年始の休み結構あるので、長いので、えー、その間にレポートかけた方がいいんじゃないっていうね、あの、準備できた方がいいんじゃないってい話で。まあ、早い話がね、な、別の言い方するとね、あの、他の授業のテストとかレポートと重ならない方がいいでしょ、みんなっていう話ですね。まあ、だから、あの、 そっからレポート提出日まで結構間があるのでね、有効活用してほしいなと。で、あの、提出日もね、最初1月19日にしようって <laughs> 言ってたんですけれども、まあ、それもちょっとあの、遅らせようかと思って。 と言っても、あの、悪がか、あきであんまり送らせ、送らせることができなくて、1日だけ送らせて1月20日にしようかなと。本当はもっと送らせたいんですけれども、こっちもあの、大学側に成績を提出しなきゃっていうのがあるから、ちょっとね、送らせるにも限度があってね。あの、まあ、でもあの、コロナのせいでやっぱりあんまり送らせることもできないみたいでね、どんどんサービスが低下してますね。 まあだから12月22日に、まああの残りの動画をほとんどアップして、で1月20日まで、ほとんどこれ1ヶ月あるでしょうこの1ヶ月の間にもうレポートぐらい書けるでしょうっていう話ですよね。まあその、このやり方,の方が絶対みんな楽なんじゃないかなと。で、そういうことをするので、あの、リアクションペーパーはこの第11回で最後なんですね。もうあの、あとはリアクションペーパーはの提出はないですよ。つまり、提出物っていうのはもうなくなるわけです。あの、最後のレポート以外ね。 で、今回の第11回のリアクションペーパーを締め切ったら、あの、連絡用コーナーみたいなものを作ろうと思います。連絡用コーナーとしての課題。まあ、提出が義務じゃなくて。で、私に何か伝えたい人とか聞きたい人っていうのは、そこにドキュメントを添付ファイルで提出してもいいし、あの、コメントなりつけてくれてもいいし、まあ、その連絡用コーナーでやり取りできるという、すべてそれに一円化するということにします。今回のあの、リアクションペーパーが終わったらねっていう話です。 で、まあ、その連絡用コーナーみたいなのを作るとして、そこに何か書いてくれる人っていうのは、まあ、なかなか前向きに授業に取り組んでる人でしょうから、まあ、できるだけ、あの、コミュニケーションを図るつもりです。まあ、私としては、あの、やっぱりね、あの、リアクションペーパーがなくなるけれども、感想とか反応をもらえたらとても嬉しいですしえ、皆さんもレポート作成にあたっては絶対に役に立つでしょうからね。いや、それはちょっと違うよとか、それは危ないよということも言ってあげられるし、 まあ、かなり直接的な質問にもね、答えてあげたいとは思っていますし、まあ、書いて悪いことはないですよ、そこにね。えー、で、まあ、あの問題があってね、ちょっと今悩んでることというか、もやっとしてることがありまして、えー、まあとりあえず結論から言うと12月22日に第15回までの動画をアップすることができそうです。この感じだともう12月22日までにあの15回まで作れそうです。私は。で、ただあの、えー 問題は15回までに内容が収まらなかった場合なんですよ。予言とかでね、語源はともかく予言とかで、あの、この問題の答えについては最後までたどり着いたら、か、最後に考えましょうとか、棚上げにし,してる話がね、たくさんあるんですよね。15回でそこでたどり着かなかったらどうすんのっていう話でね、なかなかその可能性が高そうなんですよね。まあそうなったら私が考えてることとしては、もうあの、 16回17回を作るしかないんじゃないかなと思ってんですけれども、ただまあもちろんそれ義務にはできないですからね。義務にはできずに、まあ見たい人だけ見りゃいいよって勝手にアップしとくって形にするしかないですね。で、その仮に、あの、16回17回みたいなもう歩行の歩行みたいなのが、あの、出現しても、1月5日ぐらいまでには、あの、年明けぐらいまでにアップしたいなっていうね。それならやっぱり提出日まで2週間ぐらい回って、 できるしっていうね。ただ、これはね、あの、約束できないなという、検討いたしますと。15回でスパッと終わっちゃうかもしんないし、15回より後作ったとしてもね、そんな綺麗にアップできるかはわかんないしっていうね、わかんないなあということだらけで。まあ、ただ予言はできれば、あの、16回17回になってしまっても作って早めにあげたいと思ってます、ということですで。問題は語源なんですよ。語源の方。 どこまでいったらゴールといっていいのっていうのがね、自分でも設定しないままやってるんでね、なんかやりきったって、どこまでいったらやりきったって言えるのってとこがあってね。で、語源の方ね、あの、紀元前から始めて、だから授業をやる前は1800年代くらいを目指してたんですよね。 1800年前も目指してたけど、もうまあそれ絶対無理な状況ですからね。だって14回まで今作ったんですけど、14回まで作ってまだ紀元前ですから、紀元前300年ぐらいだから、2000年以上あるんですよ、当初のゴールよりは。だからもう、ど、これはどうしようと思ってて。まあだから、 語源は15回まで行ったら、はい、15回でここまで、た、え、ど、ー、り着きましたって。あの、皆さんどうもうって言って、15回でスパッと終わるっていうのが、まあ、普通ですよね。まあでもちょっとね、あの、この無駄に悩んでましてね、予言の方を16回とかまで作ったのに、 語源の方はそうじゃないって、サービスの格差が生じるのはどうなのとかってね、思って。だから、予言とせめと、せめて予言と同じ回数目指して作ってみようかなとも思ったりするんですけれども、ただね、やっぱ冷静に考えたら、あの、大学生って、授業休校になったら嬉しいっていう、そういう人たちであって、授業が増えて喜ぶことないよねっていう話でね。 うーんだからまあ、いや、15回でスパッと終わらせるかなとも思うし、まあ、ただ、あの、誰かのためとか人のためじゃなくてね、まあ、情けの、情けは人のためならずじゃないですけれども、あの来年度以降のね、あの、自分のため、えー、別に人に見せる、 ためじゃなく、あの、来年授業はどこまで進むか分かんないから、来年もう一回授業やったら、その自分の予行演習として自分の頭を整理するために、人のためじゃなく、人に見せるためじゃなく、とりあえず作ってみるとかね、まあ、アップするしないもまた別にして、とりあえず作ってみるのもありかなとかと思ったりしてんですけどね。まあ、あの、その日の朝ごはんの感じとかね、あるいは今年の冬がどれくらい寒いかとか、そういうことで決めてもいいかなと思ってるんですけどね。 ソクラテスやプラトンと違って感性重視でっていうね。まあ、年末年始なんてね、あの、えー、ペットの猫からかうくらいしかやることないんでね、私はね。あの、もう、あの、年が明ける頃にはね、あの猫の方が私に飽きてきたわ、なんてこともあるかもしれないのでね。うん、まあ、あの、で、まあ,あ、余計なことも言いましたけれども、あの、大事なことはね、まとめにもう一回言いますよ。えー、12月22日、第13回あたりに一気に数回分の動画をアップすると。多分そこで15回までは行くと。 で、えっ、ー、と、もし、それ以上先の動画を作るようなことがあっても、できるだけ早く、授業日とは関係なく、できるだけ早くアップしておきますと。で、リアクションペーパーは今回で最後。これから連絡用コーナーに一元化するので、それを有効活用してね、と。で、えっ、ー、と、レポート提出日はおそらく1月20日、1月20日の、えー、まあ、24時にしようかなと思ってます。 で年明けにでもクラスルームで課題を作るので、それを使ってね、提出してねという、それが期末レポートになりますよと。えー、まあ、あとはね、まあ、あの授業の最初の方で触れたけど、レポートの書き方のプリントとかもね、書いておいたんだから、まあ、それ読んでくれたらなっていう感じですね。まあ、あの、本当に大学のサービスが低下しまくってる最低の状況下だと思うんですけれども、 まあでもあの、現時点の私にできる、できるだけの、できる限りのサービスはお届けしたつもりですんでね。まあ、あとは諸君らの番ですよというところですよね。えー、まあね、まあ、1月、十2月22日から1月20日まで1ヶ月ぐらいあるんでね、なんとかなるでしょうっていうね。えー、まあ、あと、で、うん、そうだな。まあ、大体大事な連絡はこれぐらいですね。 であとはもう完全にあの無駄話なんで、あのもう、あのここであの動画止めてね、あの次の動画に行ってください。あ順位を本番というか。こっから先はね、あのもう完全に無駄話です。雑談です。もう、あの無駄話をこっからあのゴッドファーザーぐらいの長さでやろうかなと思ってるんですけれども、ゴッドファーザーってね、あの3時間ぐらいある映画ですけれどもね。いや、まあ、本当に完全に無駄話ですので、飛ばしてください。 えー、よっぽど暇な人だけ聞い,てくれた聞いてくれたって感じなんですけれどもあのー、クラスルームとかでねあのドキュメントの提出とかあのレあのリアクションペーパーの提出とかコメント欄のやり取りでねあのコミュニケーションが生じるからね意外とねあの発見がありましてね学生に教えられることも多いというそんな話なんですけれどもあのまあ音楽を勧めてもらったりしたこともあってねでもあの聴いたらもう「へえ」って感じですよね。 へーっていう感じで、発見があったなっていう感じでね。まあ他にもいろんな本の話してる人とかもいるしね。 で、まあ、あの、そういえば、あの、漫画の話をね、私はよくしますけれども、で、ある学生が、まあ、どれもね、あの、とても面白そうで、どれも読んでみたくなりますけれども、あの、ま、とても迷うんですって。もう、先生の一番を教えてくださいって言われたんですよね。先生の一番面白かった漫画を教えてくださいって言われて。で正直もう一番は決められないよと。一番は決められないけど、まあ、じゃあ、私の人格形成に、もう人格に、 人格が出来上がるときにも多大な影響を与えて、しかももうすごいバランスがいい、完璧なバランスの漫画っていうのがね、まあどこに出しても恥ずかしくないね、あの、面白い、どこに出し誰にでも勧められるような出来が良くて、しかも感動できる漫画っていうのをね、そこで教えたりね、まあこれで私の人格は出来上がりましたって漫画とかね、あるいはあと、12月に、今度の12月に第1巻が出るよっていう漫画をね、教えて、まあ多分これから第1巻が出るけど、とっても面白くなるだろう、これはっていう漫画とかね。 でまあそういうやり取りの中でね、あの、もう先生に一言物もしたいんですけれどっていうねあの、リアクションペーパーに書いてくれた子がいてね。まああの、私がね、予言の方の授業でね、ちょっとあの、ワンピースに批判的な口を聞いたんですよね。あの、ヒット作っていうのは、あの、えー、省略するっていうことができなくて、どんどん上調になっていって、スピード感がなくなって、面白くなくなるのはヒット作だよねって、ワンピースとかもそうだと思うとかって言ったら、もうその、ある学生がね、もう、一言物もしたいんですけれども、って言って、もう、 ワンピースは今が一番面白いんですと <laughs>。あの、ワンピースに不必要な描写なんか一切ありませんって言って、いやもうね、もうそれは失礼いたしましたっていうところなんですけど、そうなんですがっていうね。まあでもすごいよなと思って、あの100%の肯定でしょワンピースに対する100%の肯定、100%肯定できるものがこの世にあるっていうね。それはもうすごいよな、羨ましいというか。 だって、いや、何が羨ましいかって、だって、その彼はね、まあ彼多分男の子だと思うんだけど、彼は、毎週月曜日に確実に幸せになれるわけでしょ。毎週月曜日に確実に幸福が届けられるんですよ。まあ、ワンピースはあの、月曜日のジャンプに乗ってるからね。いや、もう確実な幸福となったらもう待つ時間さえ幸福でしょう。読んでない時間さえね、待ってる時間さえね。まあね、あの、すごいもんですね、っていうところですけれどもね、あの、 うーんまあ、間違いなく幸福だよ、幸福なことだよ、それはっていうね。そんな毎週楽しみって、まあまあ、まあ面白いけ、面白いよね、これはっていうのはあるけど、私も。例えばあの、ビッグコミックスペリオールとかっていう雑誌があってね、ビッグコミックスペリオールに載ってる漫画ってね、あの、面白い漫画すごい多いと思ってて、スペリオールって月に2回発売なんだけれども、まあまあまあスペリオール、ああ、コンビニスペリオール並んでんじゃんと思うけど、でも私は、そ、うん、 なんとなく立ち読みするぐらいですからね、そんな、そんな熱量もないですからね、不必要な描写なんか一切ないなんて言えるほどではないですけど。まあでもあれだよね、もう本当にあの、読んでる人いるかどうか分かんないけど、まあいるかな、ヒットしてるから、スペリオールに今連載されてる、夏目新たの結婚ってまんまありますけれども、 もうあれ、絶対もうね、あの、水面下でドラマ化の話とか進んでますよね、あれね。絶対テレビ局とか制作会社とか動いてると思うな、あ夏目新たの結婚って漫画のドラマ化、うん。目指してるんじゃないかな、今多分。クオリティが高いですよねあの漫画。でも、ドラマ化するとしたらもう誰があのキャラクターを演じられるのって。誰がこんなとんでもないキャラクターを演じることができるのって、あの、三次元の俳優さんでっていうね。まあ、そこどうするかっていうところはありますけどね。 あとね、あの、私が毎週見てる漫画っていうのはね、あの、漫画娯楽っていう漫画雑誌に連載されてる、あの、鬼殺しっていう漫画があってね、もう、鬼殺しってタイトルがすごいでしょう。もう、しかもヤクザ漫画ですけれども、で、娯楽ですよ、漫画娯楽。大学生多分縁ないですよね、読まないですよね、漫画娯楽なんか。なんか、読むどころか、読むどころかなんか触ることすらなさそうですよね、大学生って漫画娯楽にね。もう、あの、なんだろう、こういうこと言って、 たらまた差別的な発言かもしれないけど、例えばミスコンにエントリーしてそうな女子大生がコンビニで漫画娯楽立ち読みしてたらもう腰抜かしますよね。もうコ,コンビニでバイトでもしない限り漫画娯楽に触ることないんじゃないのって、まあ、まあ、あの、なんかあの、肉体労働者が脂っこい定食屋で休み時間に読んでそうな、そんな雑誌ですもんね、漫画娯楽って。その鬼殺しってね、ヤクザ漫画なんですけれども、あの、ま、なんだろう。 あの、なんだろうな、こう、あるヤクザの復讐の話なんですけれども、こう、目の前で奥さんと子供を殴り殺しにされて、で、自分も頭にね、あの、銃弾を打ち込まれちゃって、植物人間になるんですよね。その植物人間になったんだけれども、もうあの、 十何年ぶりだか何十年ぶりだかにもう正気に帰ってね、植物人間の状態から、そこ、そこからもう復讐を始めるって話なんですけれども、ま、面白くて読んでるっていうかこれどんな漫画になるんだろうと、本当に、本当にコンセプトを全うできるのかって思いながら、なんかちょっと遠巻きに観察してるって感じだよね、その漫画を見てるんですけれども,も、その漫画のね、そのセリフで、だから主人公が自分をひどい目に合わせた連中にこう立ち向かうんだけれども、あの、 その主人公敵みたいな連中が殺される時、まあ、主人公を殺しまくるんだけど人をねあの復讐のためにもうお,前がお,お前が復讐しようとしてるっていうその敵はな、ね、ってもこ,の町のこの町の歴史が構造が全てが敵になるんだぞって言うんですよね敵がね。 あの主人公の敵が、この街の歴史が構造が全てが敵になるとか、あるいは別のキャラクターが、俺に復讐したいのかって、だったら、この市の人口を5万数百人ごと皆殺しにすることになるんだぜとかって言ってその、もう街全部が敵になるみたいなセリフがあってね、それ描けんのかって、描ききれるのこの漫画って思ってね。まあ、面白いから読んでるっていうよりはもう、あの、 書けるのかそれをって思いながらちょっと観察してるって感じなんですけどね。まあ、あとは連載じゃなくてね、あの、えっと、まあ、コミックスが出たらもうできるだけ発売日に買うっていうね、あの、それぐ、そういう漫画ってことで、あの、山口孝之先生のね、F の7人って漫画があってね、まあこっちはね、あの、忍者,者の漫画なんですよね。忍者たちが戦う漫画なんですけれども、7人ってあの、人じゃなくて忍びって書いて7人なんですよね、F の7人ってね。 まあでもこっちもね、あの、ナルトが好きっていう女の子がいるとするじゃないですか。まあ例えばまあクラスメイトでね、クラスにね、でそのクラスの女の子とちょっといい感じになって、あ、これからひょっとしたら、ちょっとあの、両思いになるかもみたいな、そんな感じでね、あの、で、私ナルトが好きって言っててね、その女の子。が漫画好きなの、うん、ナルトとか読むよって言って。 え、俺も忍者が出てくる漫画好きなんだって、あの、今忍者が出てくる漫画読んで、え、どんな漫画なのって言ってね、そこでね、この F の七人をね、貸したらね、あの、多分ね、あの、振られるんですよね <laughs>。一撃で振られると思うな、この F の七人って漫画を、ナルトが好きって女の子に貸したらね。もう、別に、さすがに翌日にクラスでいじめられるまではいかないとは思うけど、ちょっと女子グループからはちょっと距離を置かれるかもぐらいのところはあるかな、うん。もうだからね、あの、私の、 小宇宙は、私の世界はもうあの、忍者とヤクザで回ってるんですよね、今ね。で、まあね、あの、あの、この、こっからもう本当にあの、聞いてる人いないだろうと思ってね、あの、誰に当てるでもなく延々無駄話するんですけれども、あのね、この F の7人ね、ネット上でね、あの、どういうふうに紹介されてたかっていうと、その紹介版がす,すごくてねも、とんでも展開や、息をするように測れるパワーワードって書かれてて、息をするように測れるパワーワードですよ。 まあでも本当にその通りで、も力に満ち溢れてるんですよね。すべての言葉がね。すべてって言ったら嘘だけど。本当にもう力に溢れたというか、もう力づくの言葉みたいなのがね、もうしょっちゅう出てくるんですよね。もうものすごい強い敵と戦ってるっていう時にね、もうやっぱりもう負けそうになって、こう、くじけそうになるんだけれども、その戦ってるキャラクターが、強い敵と戦ってるキャラクターが、自分をこう奮い起こすっていう、自分を励ますっていう時に言う言葉が、 この世に生まれ落ちた日が出陣の日って言うんですよね。もう自分はもう生まれた時から戦ってきたっていうね。この世に生まれ落ちた日が出陣の日って言って。で、戦うとは一生分の力一瞬で燃やすことって言うんですけどね。そんな風なね、パワーワードが本当にね、満ちあふれててね。まあでもさ、これはもう最高にかっこいいと私が思ったのは、あの、第、えー、第8巻。 第8巻の終わりだったと思うんですけど、ちょっとあの友達にコミックさ言っちゃって今手元にないから不確かなんですけど、第8巻の終わりでこれ読んでる人にしか伝わらないんですけれども、ずるいぞ、独り占めかっていうセリフがあってね、そのずるいぞ、独り占めかっていうセリフがもうめちゃくちゃかっこいいんですよね。なんでこんなかっこいいシーン描けるのってくらいかっこいいんですけどね。まあでも、うん、うん、思春期の女の子に貸したら嫌われそうだなっていう漫画なんですよね。 <laughs> まあ、グロい描写が多いもんでね、グロい描写が多いし、もうあの、リズム感が普通じゃないんですよね。もう普通の漫画のリズム感で動いてないんですよね。もう作者の人はね、山口孝之先生ってね、もうあの、いもうあの、名言製造機ですよ。もう本当にすごい、あの人は。インタビューとかでも名言言,言っちゃいますからね。普通にインタビューされてる時に、犬派ですか、猫派ですかって、まあ、そういうどうでもよい、与えさ障のない質問されて、その、山口先生が何て答えたかっていうと、 どっちでもないですね。奴らは同じレベルにいますって言うんですよね。で、あるいはね、あの、漫画に連、漫画のその、連載とされてる雑誌ね、雑誌の目次のところにね、あの、雑誌によっては、作者の一言コーナーみたいなのあるじゃないですか。ジャンプにもあるし、まあ、今週は誰々先生とバーベキューをしましたとか、なんかそういうね、一言コーナーがあるけども、あの一言、一言コーナーでさえね、あの、山口先生力に満ち溢れてんですよね。もうあの、その、目次のところでね、一言。 何かを成し遂げるまで何も話したくなないとか <laughs> もうなんでこのコーナーでまでそんな力入ってんのっていうね。他にもね、間違ってるかもしれない。でもやってみなければ。とか、他にも、あの、手の内は全部見せてやる。駆け引きをする余裕はない。とかね。まあ、でも、そんなことばっかり書いてるかと思ったら、あの、担当と将棋を指して勝った。とか、普通のこと書いてたりして、かえって心配になるんですけどね。どうしたのっていうね。まあね、あの、これ決めつけだしね、偏見なんですけれども、あの、 ワンピース好きな人とかね、あの、多分学校行事とか楽しかったんじゃないのかなっていう気がするんですよね。あの、ワンピースを100%肯定できるって。間、まあ、違ってたらごめんなさいですけれども。運動会とか文化祭とか学校行事楽しかったんじゃないのっていうね。でもね、やっぱそういうのが苦痛で苦痛でしょうがない人間もいるんですよ。でもそういうのが苦痛でし、苦痛でしょうがない私のような人間でも、それでもね、愛とか遊戯とか正義っていうものに憧れることがあって、うそうなったらもうやっぱり山口孝之先生なんですよね。 でまあ、そんな風に熱く語っておりますがあの、11月発売のね、雑誌の方で、連載雑誌の方でね、掲載誌の方でね、終わっちゃったんですよ、最終回だったんですよ、F の7人。でも単行本派だから、連載終わってないからわかんないけども、も絶対戦いの結,で結末までね、描いてないんですよ、もう絶対俺たちの戦いはこれからで終わってるんですよ、この感じだともう、ねあの。キャラクター紹介あるでしょ キャラクター紹介がもうあの、一周したところなんですよ、まだ。まだ、こういうキャラクターがいます。こういう能力を持ってます。こういうキャラクターがいます。こういう老い立ちですでも。一人一人順番に一周紹介したところで、もう、 いきなり終わりですよ。もうなんだよ、それって思うんですけれどもね。でもね、もう予測ついてましたよ。絶対こうなるわって思ってた。もう絶対こうなる。この漫画は。俺たちの戦いはこれからだって終わるわってね、予測ついてた。なんでかっていうともう、キャラクターがね、もう一人一人のキャラクターがもう強烈すぎるんですよ。もうこいつらもう絶対一つのコマに入れられないだろうってぐらい一人一人の、ね、強烈すぎてね、もう。 もうね、あの、他の漫画なら主人公になるやつが脇役ですからね。集合させられないよ、この人たちはっていう話でね。でまあ、なんでね、こんなあの、強烈なキャラを描くんだっていうね。そして人に勧められないような強烈なストーリー展開なんだっていうね。なんで今日、そ、こんな強烈なキャラばっかり生み出すんだっていうと、あの、えっとね、 あの、これね、師匠が関わってるんですよね。あの、山口孝之先生のね、先生、えー、師匠っていうのはね、小池和夫先生っていう人で、ね、これがまたね、あの、ものすごい巨匠ですよね。小連れ狼とかもね、あの、 小池和夫先生の作品ですけれども、原作者ですね。で、塾みたいのをね、開いててね、その塾の出身の漫画家っていうのは結構いるんですよね。意外なところでは、ドラゴンクエストを作った堀井祐二さんとか、えー、あと、予言の授業の方で取り扱った高橋留美子さんとかもね、あの、小池和夫さん、さんのあの、弟子でね。 で、他にはね、あと、グラップラーバキっていうね、あの、バキシリーズ、グラップラーバキシリーズを書いている板垣圭介先生って言うとも、あの、この小池和夫さんの弟子でね。で、この小池和夫さんっていうのはどういう人かっていうと、あの、キャラが立つって言葉があるんですよ。もうあの、作家の世界に、あの、どういうキャラクターか確立された後、キャラが勝手に動き出すっていうね。そういう意味でも、キャラが立つって言葉があるんだけど、キャラが立つっていう言葉を生み出したのは小池和夫先生らしいんですよね。それくらいあの、キャラクター クリエーションを重視するっていう人でねで板垣圭佑先生「あのバキ」シリーズのね板垣圭佑先生もあの「キャラはどうやって作ってますか?」ってインタビューで聞かれた時にもう「この人はとてつもなくどういう人なの?」って問いかけながらキャラを作ってますって言ってね「とてつもなくどういう人なんだあなたは」って思いながらキャラを考えていくっていうね、まあ、だから板垣先生のキャラはもう全部とてつもない人なんですよね。 で、まあやっぱりあの山口先生もおそらくそうなんだろうし。でね、面白いのがね、あの山口先生もね、板垣先生もね、めちゃくちゃ画が強そうで人の言うことなんて聞かなさそうなね、強烈な、もう漫画家自体が強烈なキャラなのに、あの、どんな存在になりたいですかとか、どんな漫画家になりたいですかって聞かれた時に、この二人とも両方、 誰になりたいんじゃなくて、もう小池和夫になりたいんですって言うんですよね。もう小池和夫2世になりたい。俺はって言うんですよね。それくらいね、あの、その強烈な人たちを飼いならしちゃった小池和夫先生はね、結構穏やかな性格の人だっていうのがまた面白いですけれどもね。 まああの山口先生はね、本当にあの、出世作になったのが、世に知られたのが、覚悟のすすめって漫画だったんですけれども、もうその漫画からしてね、もうちょっと違うじゃないですか。もうタイトルが覚悟のすすめですよ。覚悟のすすめで、変身ヒーローものなんですよ。割と王道の。でね、もうその、主人公が変身する時のその掛け声がね、覚悟完了って言ってね、変身するんですよね。もうそんな力に満ち溢れた言葉で変身するヒーローいないっすよね。 まあね、まあそんな山口先生はね、もう残念ながら次回作に期待ということなんですけれどもね。まあね、あの今日は実験的に延々無駄話をしてみました。まあ飛ばしてねっていうあの断り書きを入れてるからねたまにいいかなと思ってね。えっと。 まあ他にもね、あの、強烈な漫画っていうことでね、あの、昭和の漫画、何十年も前の漫画でね、あの、梶原一揆先生という方のいたね、空手地獄編牙っていう漫画の話もしたかったんですけどね、さすがにもうあの、なえたんでまた今度にしようかな。<laughs> もうあの、空手地獄編牙ってもうタイトルだけですごいでしょ。声に出して読みたい日本語でしょうよ。空手地獄編牙ってね。もうあの、少年院にぶち込まれた主人公がね、あの、その少年院の、その、なんていうか、 刑務官みた,いですよ、ね、係員みたいな人にね、こう、もう蹴りを入れながら、ナレーションがね、空手地獄編の発端であったとかってね、ナレーションが入るっていうね、もうそんな力に満ちあれた昭和の漫画なんですけども、梶原一樹先生のね。まあねあの、そんな話はもう多分あの、授業で二度とすることはないと思います。<laughs> ということで、今回は延々、えー、たまにはということで、無駄話をしてみました。<laughs> じゃあね、あの、 え、これを聞いた人はいないと思いますけれども。じゃあ、あの、ちょっと難しい授業かもしんないんでね。あの、今回は頑張って聞いてみてください。うん、予言もごめん、予言も語源もね、多分結構難しい内容の回だった気がしますね。はい、じゃあ皆さん、えー、じゃあ行きます、本番。